こういうふうにですね、雲台側につけておけば、まあ、要するにワンタッチで着脱ができるわけですよ。こう外しの、つけの。すごくないですか、これ。皆さんこんにちは、写真家成沢です。どうもどうも、キャンプ場からお送りしております。レビューをしたい商品があって、それがこちら、これアイフッテージっていうメーカーから出たシースターズ Q1 というですね、クイックリリースプレートなんですよ。これね、ちょっと私的にはすごく便利な商品だったので、皆さんにご紹介をしたいなと思いまして、まあ開封って言ってもね、中はシンプルにこう取説とこの何ですか、商品が入ってるだけなんですけど、こういうやつですね。こうキャップがついてるね。ここがこう8分の3インチと4分の1インチでこう切り替わるようになってて、でこう裏側、おシール貼ってますね。裏側が、8分の3インチネジがついてるという感じですね。でこれなんか工具が1個ついてますね。こう六角レンチがついてます。でこれ何するものかというと、ここをですね、回るのかな、手でこうやって回すと、ここが外れるというやつですね。でこれをここの線と線をね、こう合わせて押し込むとバチッとはまると。ただこれだけの商品なんですけど、これね、私はこれすごく便利なと思って、今全部この商品を使ってシステム構成しようとしてるんですね。で例えばですけども、ちょっと片付けます。はい、お待たせしました。例えばこちら、これね、私が動画撮影時に使っている、雲台と三脚で、アイフッテージの、ガゼル TA7 っていう、こういうハーフボールって言って、あ、これちゃんと見せた方がいいな。これですね。これが、ビデオ雲台になります。動画撮影時に使っているビデオ雲台で、この三脚が、アイフッテージっていうメーカーのガゼル TA7 っていうアルミ三脚使ってます。で上が、コモド K7 っていう結構大きい雲台を使ってるんですね。で、この三脚はこういうビデオ用と、それからスライダーですね、タイムラプススライダーで使用しています。でこういうふうにここでこう水平が取れるハーフボールタイプの三脚になるんですけどね。でさっきのこいつ、実はもうつけてるんですよ。ここにつけてるんですよ。こういうふうにですね、雲台側につけておけば、まあ、要するにワンタッチで着脱ができるわけですよ。こう外しのつけの。すごくないですかこれ。あのアルカスイスとかね、あるじゃないですか。あれももちろんいいんですけど、アルカスイスってそのちゃんと噛んでないとこう脱落したりとかっていう原因になったりして、機材落とした経験あるんですよ。アルカスイスがちゃんとはまってなくて、でそれでつけるときは慎重になるんですけども、あとはあのベルボンさんの企画のクイックリリースプレート、クイックシューだ、あれもいいんですけど、上のものが大型になると、特にタイムラプススライダーになると、はまってるかどうか、はまる場所はどこなのかっていうのが見えづらいんですよ。その点これはここの白いところ、これ3箇所あるんですけど、ここは合ってればいいというか、外してもこれでついちゃうんですよね。でこの三脚にスライドを乗せたい場合は、こいつね、スライスね、
スライダー、これに変えたいって時はこっち側にこの上の部分ですね、このプレートをつけておくと。外します、つけますと。すごい、よいしょ、すごくないですかこれ、すごくないですか。これがワンタッチでできるっていうね、この便利さ。ちなみにこのスライダーって、こういうプレートがない時の普通の三脚につける時ってどうやってつけるかというと、こうやってつけるんですよねこうやってつけるんですよ。え、なんで入んないの。あ、はい、入った。あ、こういう感じでね。で、まあ今まではこの三脚がね結構優秀で、ここずるっとこうやって抜けるんですよ。ここをちょっとひねって、このレバーあるでしょ、でこのレバーを押すとこう抜けるんですよね。でこうパカッと抜けると、これ結構一生懸命こうやってグリグリグリって回すじゃないですか。なんですけど、これはちょっと回して引っこ抜けるっていうことで、今までスライダーではこっちを使ったんですよ。これにこのようにつけて、こうやってやったのね。これでもだいぶスピーディーじゃないですか。で、これこの付け方ですね、ちょっと欠点があって、水準器が見えなくなるんですよね。水平がどこにあるか分かんなくなるんで、このよしみカメラさんっていうところから発売してるこのレベルパンってあるんですよね。これを間に挟んでました。ここに水準器ついてるんですよね。これが見えなくなるって話ですね。ここにこうつけて、こうはめて、こうはめてさ、でこうしてさ、これでつくべさね。そうすると、あ、ちょっと見えないですね。ここで水平が取ってるのが分かるようになる。これ飛び出てるから、これここで水平が取れるようになるということで、結構これもね優れものだったんです、まあ、これでも結構スピーディーに取り外しができてたんですけど、さっきのシースターズ Q1 を使うとこれさらにスピーディーになる。このようにですね、常にこうシスターズ Q1 のこのベースプレートをつけておく。で、この3スライダーのこの部分にもこのプレートをつけておくと、それでガチンとねはまってしまうということですね。分台買いたければこっちにもこうプレートをつけっぱにしておけば、はい、こういう風に取り付けができると。で、スライダーのモジュールもつけ、この上にもベースプレートつけておいて、自分台のここにもつけておいて、はい、で、この上にまあカメラを乗せると。で、あ、やっべ、スライダーじゃなかった、動画の運台だったと思ったら外して、イエーイって感じですね。超便利でしょこれ、めっちゃ気に入っちゃった、全部これにしたい。はい、このスピーディーさはね、なかなか驚異的ですよ。というわけで、すごくいい商品です。あの、赤道儀の、ポータル赤道儀の下とかに使ってもいいと思いますし、まあ、カメラの底につけてガチャンと、まあ、カメラの方はね、L 字ブラケットのアルカスイースにしといた方が、縦横の、構図が買いやすいから、カメラはアルカスイースでいいと思うんですけど、その他のやつはね、僕もう全部これに変えたいなって思ってるぐらいなんですよ。すごくいい商品なので、ご紹介させていただきました。ただこれね、今ね発売したばっかなんですけど欠品してるんですよねもうちゃんと在庫してください、本当にいい商品なんだから。
いや、なんかちょっと愚痴になって申し訳ないですけど、いや欲しいけど買えないからさ、もう発売前から海外で結構盛り上がってて、この商品、あ、これは売れるなってもう分かってたというか、ような商品だし、早く欲しいです。よろしくお願いします。はい、というわけで、シースターズ Q1 の紹介でした。今日は、この動画はこれで終わりになります。今注文すると12月なのかな、来年なのかな、わかんないですけど、あの概要欄にリンク先貼っておくので、欲しい方は今のうちに予約しておかないと、また次入荷したらまた欠品とかっていう可能性もあるので、今のうちにね、ぜひ注文しておいてください。それではこの動画はここまでになります。さよならバイバイしたっけね。外でレビューするのもいいですね、なかなか。